そういうものだけじゃなくて、日々の生活の中では様々な耐え時っていうのかね、耐え時が何度も何度も繰り返し訪れるもんですけれども、でもどんなに遠回りしても、どんなにね時間が経ってしまっても、時間がかかってしまっても、最終的にたどり着くところに、たどり着くべきところにたどり着くことができるならば、できたならば、それでいいんだと思います。どんなに遠回りしたりしてもね、幸せになりたいっていう願いには幸せになりたいという願いには有効期限はありませんから、忘れないでください。必要なものは